藤原忠志公は、奈良時代後期の苦行。署名は黒丸。藤原南家、竹部卿、藤原乙丸の長男。官位は、十二位、右大臣、増十一位、牛屋大臣と称された。天平法寺四年に、父の乙丸が没するが、翌天平法寺五年十五一下に助釈し、仁儀大福の地左有志さに任ぜられる。天平法寺八年。 藤原中丸の乱集結後に、針馬守るついで、山城の神と地方官を務める。聖徳朝ではにわかに昇進し、天平神後元年十五以上、左英下田氏に叙任、翌天平神後二年には、十四以上まで少女された。またこの間に黒丸からゼコウに改名している。後聖徳朝では、内地大輔、自重、内蔵頭を歴任した。 公認庁に入っても、順調に昇進を続け、法規4年生4位した、法規5年参議に任せられ、苦行に列した。法規10年中3位。この間、左英士、ただし、左大弁など、文部の養殖を歴任するとともに、皇太子、山部新王の東宮大部も務めた。天皇元年東宮大部として仕えた、山部新王が即位すると天皇に徴用され、 さらに公認朝以来の大官であった、藤原ウー大中富清まろ、石上勝継、藤原伝まろらが、相次いで没したこともあり、急速に昇進を果たすことになる。同年生三位、中納言に除任されて、同い年ながら十年近く早く参議となっていた、同じ南家の藤原嗣忠に肩を並べ、よく天皇二年嗣忠を超えて、大納言に昇進する。延暦二年には、 右大臣に任じられ、菅武智に入って、わずか3年ほどで1回の参議から大上官の筆頭にまで上り詰めた。延暦3年12位に至る。延暦8年9月19日隠れ後、去年63。最終官位は、12位右大臣兼中英大将。即日11位が追蔵された。大柄な体つきであり、加えて威厳があった。 その時に応じた政務に通行した有能な官人であり、テキパキと裁断し滞こることがなかったという、俗に本気による、尊皮文脈による、ありがとうございます。